開けてみましょう。さあ、来ましたね。このビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員の牧野です。今回は、水のウェーブシャドウを、これが到着しましたので開封していきたいかなと思います。それでは開けてみましょう。さあ、来ましたね。この黒い、これが新しいシャドウですね。へーって感じですけれども、実際にね、ちょっと比べてみるとだいぶ違いますよね。ぐるっと、いや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 、雰囲気もね全然違っていますし、やっぱりこうね、前はしっかりとウェーブが入ってたんですけど、ウェーブの位置も違いますね。いや、何よりもだいぶ薄い感じがしますけれども、じゃあちょっともう一度ウェーブシャドウの3と比べてみたいと思いますね。まあ、見た目で分かる通りですね、ウェーブの位置が後ろの部分と前の部分と違ってくるのと、厚さもだいぶ違いますね。特にかかとの部分はちょっと薄めになってるのかなっていう感じですし、トースプリングはさほど、3の方の方がある感じがしますよね。で、アッパーが全く違う、この縦線のライン、こうシャドウって入ってますけれども、いや、全く違うシューズが登場したと言っても過言じゃないでしょう。これはなかなか面白いですね。で、今回はこちらですね、水のエナジーが搭載されているということで、まあ、エナジーはですね、前にも解説しましたけど、ライトとコアということで、水のエナジーはコアで、デュエルネオはライトと、でこのシャドウは、シンプルなエナジーというふうに入っているという形ですね。で、やっぱりコアはすごくビョンビョン跳ねるので、まあ、ちょうどライトぐらいか、今回ちょっと試してないとわからないんですけど、跳ねすぎるとね、やっぱり縦に動きすぎちゃうので、まあ程よい動きの方がいいのかなっていうぐらいに、いい反発が生まれるのはこの新素材のエナジーというふうになっています。で、このシャドウですね、裏側見ると今までにないタイプですね。どちらかというと他社メーカーではね、最近カーボン入れのタイプは面が広いタイプってのは出てましたけれども、ミズノでは僕はこれは初めてのシューズですね。アウトソールで、やはりこう足の走行ですね、ミッドフットで外側からついて母子球で足はうまく通すというところで、ウェーブの位置も外側は中間で、内側は少し前っていう、こうソールとウェーブのこの流れっていうのができているんで、うまくですね、足が乗ってくれると、うわ流れてくれるのかっていう感じがしますんで、この後ちょっと走りに行きたいかなと思っています。そして注目すべきなのは、やはり予想していましたこのウェーブのプレート、これないですね、シャドウの方には。ですから先ほども言いましたけれど、
でシャドウ位置づけとしてはやはり、サブ 3.5 っていう方で歌われてますけれども、やっぱり最低でもキロ5分を切るっていうスピードランナー系のシューズの形状ということ以外はシューズ本体はちょっと見た目、機能考えても全く別物と捉えてもいいんではないでしょうかね。いやこれ面白そうですね。ベルネオこれも斬新でしたけれども、いやこっちへの力の入れ具合っていうのは実は強かったのではないかなと思いますね。今後もですね、水野さん攻めてくるので、いやいや、シャドウの次は何が来るんでしょうかって言ったら、もうすでに、ね、公表されてはいますけれども、リボルトの後8月に出ますけれども、まあその後は多分ライダーも新しいのは、ね、9月に8月お披露目9月っていうのは例年のパターンなので、お尻に仕えてくるということですけれど、まあこれ見る限りではライダーもどう変わってくるんだかっていうのは期待大かなと思っています。今回はウェーブシャドウをこれが発売されて、届きましたので、この開封編をやらさせていただきました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。感想を共に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。